はい、じゃあ今日で最後のデボラ占いやっていきましょう。まあ、コメントでもあったんですがね、新しい段が来てもそこにランダム要素があるカードがあるんで、割と楽しめるんじゃないかみたいなことを思ってます。問題はそれが引けるかどうかっていうか、レジェンドレアのカードが多いんで、まあ、それは、動画の最後でちょっと紹介したいと思います。この戦いは楽しめそうだ。さあ、最強の剣さばき見せてやるぜ。テリー対決、これちょっと勝つのは難しいね。たまにテリーなくせにデスタムが入ってたりするかな。3いるかなこれ。相手が厄介なやつ出してきた場合は必要だけど、今は武器の奇跡の方は引いていきたいな。おお、いきなりデボラ来た。ということはソロいらない。ソロいらない。これは嬉しい。1、2で行った後に3で C ゴーレムが出せる。これは嬉しいな。テンション上げて、フローラその次の方がいいかな。やってやるぜ。そうね。今は回復する意味がないからな。ソロがいらないっていうのは素晴らしい。しかもソロがレジェンドレアだから、デボラで違うレジェンドになってくれるっていう意味ではかなり使える。おー、珍しい。デボラテリー、珍しいな。お父様、ここはどこでしょうか。あ、これはたくさん引きに行きましょう。テンション上げて、テンション上げて、次はシゴレディーモンね。うん、これを置くっていうのもありだった。ありだったな。先に相手に使わせるために置くっていうのもありだったな。でもこれ、切り札って感じね。スカイテンションスキル使うんじゃないか。おお、ビアンカ、ドローするためだけの。大抵、そんなことがあるんだね。使ってくれればよかったな。テンション貯めたいから、回そうって思ってくれればよかったのに、そうは思ってくれなかったね。だから、先にさっきワンドローして、こっちを置けばよかったね。そしたら殴ってくれた可能性はあるかな。出したくはないが、出したくはないが。で、スタンマー以外ならなんとでもなる。もうレジェンドレアになるからな、正直出したくはないんだが、まあ出しとこう。で、次デボラにつなげると。まあ、これは死ぬだろうね。奇跡でこれは死んじゃうかなと思うけど、まあ、こっちは残るから。でもデボラを生かすために、覚悟しておけ。そうだね、奇跡でこれは消えるよね。これを生かすために、デボラ後ろでもよかったかな。見せてやるぜ。なんと。フローラ、私の後ろに隠れてなさい。さあ何が来るか。レジェンドレア1枚が来るよ。俺に力を貸せ。おお、ゾーマに変身した。ゾーマいいね。実は僕ゾーマ持ってないんですよね。最後にこれゾーマが、ヒーローカードはヒーローカードになるのかな、もしかすると。これで様子見だな。いう可能性もあるね、これ。これはゾーマ嬉しいぞ。相手は想定してないから。一回これ、ああ、ダメか。で、ヒーローのスキルは2回は使えないね。相手がめっちゃあるから、これ、ゴンズでもいいし。ああ、まずいね。お、6枚ある。6枚あるとゴンズが効くでしょう、これ。ゴンズでいこう。見せてやるぜ。
ゴンズ。こいつが何度も出てくるとすげえ腹立たしいから、これもいいな。これ打とう。これ。いやー、でも今打つ理由があるかどうかだな。今打とう。めんどくさいからこいつ。終わりだな。あ、これやっつける必要なかったな。どっちみち死ぬんだから、本体殴った方がいいのか。あ、そんなことないな。今、ビッグシールド打ってたから、ビッグシールド打ってたから、殴っても意味なかったんだ。次なんか、細かいの出してきたら、イランズマ抜けんで、ぶっ飛ばすから。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。素晴らしいよ。ゾーマ、プラスイナズマの剣、プラスゴンズ。完璧じゃないか。アイラできた。あー、向こうもアイラ占いをやってくれてると。私はどこまでもついていくわ。さあ、何の武器を握れるのか。まあ、握ったとしてもすぐには殴れないから。うまくいったわ。覚悟しておけよ。割といいんじゃないかみたいな。やめた。あ、いい武器になった。が、殴るのは辛いんじゃないか？見せてやるぜ。いや、辛いぞ、辛いぞ。そっち耐えられるんか？こっちはアイアンクックもあるが、これ先にこれで。そろそろ本気で行くぜ。で、これはここを殴り。寝てなさい。で、僕はここを殴り。向こうの。さあ、向こうのがどこまで持つか。向こうのこの、アイアンクックとか、ビッグシールドとか、そういうのがどこまで持つかなんだよな。ミラクルソードとかあるときつい。4点食らってる。ライアンできやがった。バトランドの戦士ライアン、マイル。よく考えたらさ、これゾーマって、あれがいないと無理じゃんね。よく考えたら。ゾーマやろうと思ったけど、よく考えたら無理だったね。こいつは殴れるんだけど、その後これが死なないんだよな。それはちょっと辛い。こいつが生き残るのがちょっとな、腹立たしいな。あ、ライアンはやっつけないと話に。今。火ダメージ少ないのか。ここをつけてもらっていいか。三日月よ、俺に力を貸せ。こいつしか死なないんだよな。後ろの野郎が死なないっつうのはな。ああ、2点も当たんないんだ。2点すら当たらないんだ。ひどいな。なんだか照れちゃいます。本当に殴りった方が良かったかなぁ、無視して。俺のターン。でもこいつが残ってると一生叩けないかなぁ。いやぁ、負けるのか。負けるのか。よく考えると、ゾーマ、魔王がないと使えないじゃんね。4点ダメージ嬉しいと思ったのに。で、あれでもミラクルソードかなぁ、これは。きついなぁ、ミラクルソードで回復されるの。この鈴はいいんじゃない？ステック。ミラクルソードやめて。あー。そういう手がありましたか。きついな。いやー、攻撃止めるのか。きついな。いやー、全部回復されちゃうな、これ。お、殴れはするか。これをやれば13点。この剣に
全てをかける。こっち引いてからにしようか。鈴っ、あ、これ殴るしかないな、確かに。で、頼むぜ。悩ましいな。皆さん、こちらをどうぞ。頼むぜ。これで様子見だな。10点が削れねえ。ミラクルソードで来るだろうな。これ一応ゾウまでビビらすってことはできる。うわあ、うめえ。魔王持ってんのかい。ありがとう。来てくれたのね。これはうめえな。感じるか、力の源泉を。奇跡を引いちゃった。イカズチよ、俺に力を貸せ。いやー、向こうの方が強いな。1、2、3、4、5、6。あー、4、5、れいいよ。アイアンクックで一回耐え、しごれでも耐え、テンション上げて、ゾウまでビビらす。ゾウまでも大魔王、魔王入ってないもんな、僕。4点与えるよ、4点与えるよっていうプレッシャーをかける。どっちかというと、ビッグファンの方が良かったよっていう感じだね。そろそろ本気で行くぜ。うわあ、向こうも。すげえ、僕の負け？負け、4、5、6、7、8、9、10。あー、負けか！くっそー。あ、待てよ。アイアンクックの能力あるから。ギリギリ耐えてる。よし。くっそー、向こうの方が回復しやがって。なんか起死回生の一打はないのか。あー、奇跡いいね。向こう5点。6、7、8、9。奇跡。殴りたいのは山々だが、ここを殴りたいのは山々だが。こっちを殴るか。悩ましいなぁ。ここを殴ると、運転食らって1点回復。こっちを殴ると、1点食らって2点回復。なんとも言えないな。4点をでも生かしておいちゃいけない気もするが、これを殴ると、4点くらって3点回復。3点回復。7。7。終わるな。無理だ。どっちにしても無理だ。覚悟しておけよ。あ、こっちにしよっか。ダメだ。負けか。こっち殴ったら可能性あったかな。ユニット置かれて結局ダメか。いや、あれが出ればいい。あれがミラクルソードが出ればワンチャンある。届かない、もしかすると。夏でも、なんか3枚ぐらい相手ヒーロー使ったね。ビアンカ使って、フローラ使って。あ、回復する方にかけたんだ。なるほど。ミラクルソード。そうじゃないんだな、お前さんよ。
もう殴れないじゃんね、ここ。ミラクルソードでしょ、ここは。三日月よ、俺に力を貸せ。殴れるうちにこっちを殴っておいた方が良かったのかな。可能性はそっちの方があったかもしれないね。覚悟しておけよ。これで様子見だ。くそー。回復されてもいいからこっちの虎の方を殴っておいた方が良かったか。悔しい。まあ、ゾーマが出たってことで良しとしましょう。もう一回やると長くなっちゃうんでね。診断の紹介に行きましょう。はい。では、診断のカード紹介しよう。よっ。じゃん。あ、これですね。新しいカードを見ていきましょう。ベローニカ。連携、敵一体にダメージ。戦闘以外のダメージで敵ユニットが死亡するたび、魔法使いの特技カードをランダムに1枚手札に加えるというランダム要素がございますと。はい。それから、まあ、マルチナ。帰ってきたマルチナという感じですね。はい。連携で後列にいるすべての敵ユニットを前列に移動させて、スキルリンクでさらに攻撃7ダメージを敵前列のランダムなマスに振り分けると。そんな能力ありましたね。ローが面白いんじゃないかっていう感じですね。連携でコスト1以上の特技カード2枚を手札に加えて、さらにコスト1以上の特技、これ種でもいいんだよね、商人だから。特技を使用した後、同じコストのランダムなユニットを出すと。はい。だから、でかいコストの、例えば、太鼓とか、太鼓あるのかな？使うと面白いかなっていう感じですね。それから、これは、あれだね。占い師、神風、応援、占い。合計3ダメージを割り振って、ランダムなコスト2のユニットをいただきますと。結構ランダム要素あるね。こっちも、逆転への兆し。愚者がなくなって、これコスト6でめっちゃ高いんだけど、ランダムなコスト3のユニットを2体出すというのがありますと。いろいろランダム要素結構あるね。それからこれだね。魔剣士らしい。9コスでちょっと重いんだけど、7コスト以上のランダムにユニットを2体出す。これ、手札からとも言ってないし、デッキからとも言ってないんで、何が出てくるかわからない。非常に楽しい。はい。それからシルビア。あ、ではなくて、まず盗賊だね。盗賊の能力として、ヌスッと切り。敵一体に2ダメージ。相手のデッキのカードと同じカードをランダムに1枚手札に加える。そのカードのコストをマイナス1と。これは、コピーのカードだね。はい。で、シルビアは、連携でコスト1のランダムのユニットを2体出すと。さらに、自分のターン終了時、味方が3体以上いるなら、テンションが必ず1上がると。こいつ処理しない限り、毎ターンテンション上げてくれるという、すごい盗賊のレジェンドレアカードです。ランダムなコスト1っていうのは何が出るかっていうところですね。だから、マヤ。マヤは速攻連携2回攻撃をこれだけでももう強いんだが、このユニットが敵リーダーを攻撃した後、相手の手札のカードと同じカードをランダムに1枚手札に加えると。しかも2回攻撃持ってるから2枚手札に加えることができるね。マヤ。いや、この辺が当たると嬉しいんだけどね。こいつは、これ共通カードで、連携攻撃力が6以上の敵ユニット1体に消滅する。これグレイナル。消滅させられたらもう最強だね。これグレイナル対策だよね。はい。で、消滅したユニットと同じコストのランダムのユニットカードを1枚を相手の手札に加えるか。自分じゃねえのか。じゃあ使えねえな、これ。自分の手札だったら最強なのにな。手札に戻すっていうのに近い感じか。はい。それから、ウルノーガンドウルナーガ。はい。正面にいるランダムのユニット1体を消滅させると。まあ、ランダム要素としては、マヤ、シルビア、ロー、ベロニカあたりを使っていきたいところですね。はい。では、診断でまた会いましょう。